今日は1月の30日日曜日11時36分から収録しています。コメントもいろいろいただく中で、なんか SNS を通してですけども、YouTube たくさん聞いていますっていう声が届いていまして、本当にありがたいなと思っています。その中でですね、感想として、アートはなんか、もう見て、いいなって思えるものが好きなので、難しい話を聞いてると、なんかもうなんか自分が持っている世界と違うので、勝手に喋ってればっていう感じになるんですっておっしゃる方がいたので、そうだな、そう言われてみるとそうなので、私の作品は特にそんなに難しいことを考えなくても、なんかこう分かるなって思ってくださる人が関心を持ってくださるし、その現代アートとその絵画とか、私の作品ってどういうふうに違いがあるのかとか、同じ仲間なのか、何なんだろうなって思う人も中には今までいたんですね。なので、その話はアートの話になってしまいますが、ちょっと話をすると、現代アートというのは日本の中で やってる人もいますが、主に海外で、ヨーロッパとかアメリカの方で起きた話で、それを学んだ人たちが、海外はこんなことやってるよっていうので、日本でも同じような作品を作ってる人がいるわけなんですね。それでそれとは別に、美術団体で絵画をずっとこの伝統伝承するような形、技術を伝承する形で絵画技法がこう着々と、明治時代に日本人が海外からやはり学んできた技法、油絵の技法を、面々とこう続けている世界もありますし、私のようにですね、自分勝手に絵を描いているんだけれども、なんかどうもこうちょっとこうただ趣味で描いてるのとは違っていて、西洋の脈絡のその抽象絵画の歴史なども踏まえた上で描いてる人なんだなっていうのが分かる人には分かるという。でも、私はそういう難しいことを考えなくても、日本人が直感的にいいなと思ってもらえるような作品でありたいと思っているので、そういうことが分かる人がファンになってくださったり、応援してくださってるっていうようなことがあります。ですからどこにも所属しなくても、私の場合は自分の今までの学んだり見て、本当に直接海外で見てきたアートシーンというか、作品とか、そういうものから自分なりにそれを解釈したり、肯定したり、あるいは私が作りか、そこは受け入れずに、自分はこうだっていう考え方とか、そういうものを盛り込んだものを作品にしています。これは何かこう伝承的に受け継いだものではないですね。先生がいて、こういうことを、こういう技法がありますよとか、こういう絵画っていうのがあって、こういうふうに描くといい評価がもらえますとか賞を取りますとかって教える世界ではないので、私は本当に自分で直感的に、本能的に、あるいはよく考えた上で、やっぱりこういう絵が私にとって私らしいんじゃないかなと思って、自己の探求ですよね。自己の探求型の、美術作品であり絵画なんですね。で、絵画っていうものもちょっとこう現代アートの中では、なかなかその現代アートがその立体であったり、パフォーマンスであったり、インスタレーションであったり、空間表現であったり、そういう、写真であったりとか、そういう、あるいはアンディ・ウォーホルに
複製画とかそういうもののコンセプチュアルアートっていうその概念、要するに人間が、今までの固定概念を覆して、それを、まあ、今までの概念を壊して新しい概念を作るっていう、そういう世界がアートの中に一方で新しいアートシーンとしてあるので、そういうものと私の作品はまたちょっと違うんですね。私は、新しいことっていうものは、なんかみんなが新しいとされてることに乗っかってやるっていうことはしていなくて、私にしかできないことをしようと思っているので、それはやがてもしかしたら誰かが再評価して、あ、やっぱり新しいことがここにあるとかって発見してくださることがあるかもしれませんが、私の中では過去も未来も現在も全部こう一緒に、自分の中に入っているので、その中から自分が、今の、自分の、立場というか生きているこの、瞬間に合ったものをチョイスして、それをこう紡ぎ出して作品にしていくっていうような感じです。だから過去のいろんな歴史的なその美術の流れなどもちゃんとこう自分の中に入っているんですけれども、それをそのまま鵜呑みにして出すってことはなくて、もう自分がここのところ、まあ、ちょうど例えば織物とか編み物とか刺繍とかそういうのと同じで、この色がいいからこの色使おうとか、このやり方、刺繍だったら刺繍のこういう刺し子みたいなものにしてみようとか、何かいろんな技法がこうずらーっと並べてる中で、その中から自分の今に合ったものをこう選んでるっていう感じだし、それからどこに向かって、誰に見せているかっていうこともすごく大事なことなんですが、私はなるべくたくさんの人に見てもらうというよりは、分かる人に分かって、そして、実はその、少数のマイナーな人たちがやがて、将来とか未来の新しい人間像に直結していくっていう、こうそういう信念があるので、今の少数派の人たちの、感覚に合わせたということを、なるべく大事にしているんです。ですから今弱者と呼ばれているとか、マイナーとか、そのコアなとかっていうような人がいいなと思ってくださるようなものにしています。それは歴史的にずっと見ていくと、必ず次の時代にみんなが注目するものって前の時代にすごくもてはやされたものじゃないからなんですよね。そこで少数派だったものがこう再評価されるっていうことがあるので、私はなるべくコアな人たちの価値判断とか感覚っていうものをすごく観察するようにしてますし、そういうものに興味があります。まあ、そういうことなので、まあ、また難しい話になってしまったので、このシリーズはですね、そういうことを語るのではなくて、私が出会って私を作ってくださった人たちが主役の、話のコーナーなので、今日はですね、もう全然アートとは違う話になってしまうかもしれませんけれども、私は前回ですね、貧しくありたいっていうのがあって、それはもう本当に今から始まったことではなくて、もう多分小学3年生の時の担任の先生の影響がまず最初にすごく大きかったと思うんですが、その、先生は女の先生で、すごくお母さんのように優しい先生でした。私のお母さん像っていうのはその先生なんじゃないかと思うんですね。今思うと、私の母っていうのは娘のような人なので、お母さん子で、いつも母は、
うん、実家の方にもうしょっちゅう行ってしまって鍵もかけたままでかけて私は困ったりとか、まあ、そんな感じで、どちらかというと小学校の3年生の時の先生の方があのお母さんのようだなと思ったことがあるんです。その先生を本当になんていうか、まあ、人権派なんでしょうかね、まあ、その人間というものをすごくこう心の底からまあ、人間への尊厳の眼差しってものすごくこう今の大人の言葉で言えばそういう言葉になると思いますが、どんな生徒も心からその命を愛するっていうような人だったと思うんです。それはすごくいい子とかで勉強ができる子とか真面目な子とかそういう価値判断なくて、どの人間の命も大事っていう考え方の人でした。ですから私はその時に学級委員でしたけれども、やっぱり私の中に足りないものとか考えてほしいことっていうものがその先生にはあったようです。である日クラスの中からクラスの中で、まあ、転校してきた女の子がいたんですが、なかなかこの休みがちで、すぐ休んでしまって学校に来ない、まあ、今でいう登校拒否みたいなものなのかなって、最初はみんな転校生だから慣れなくて、それで恥ずかしがり屋さんみたいだし、それで学校に来れないのかなと思ってあんまりこの気にしてはいなかったんですけども、先生が、学級委員の川田さんと誰々さんと誰々さん一緒に何々ちゃんの家に一緒にこれから行きましょうって放課後突然おっしゃるんですね。歩いて行けるところではありましたので、そういうこともあるのかなと思って、それでそうですね、私以外に1人か2人しかいなかったと思うんですが、もう私1人ではなかったように思うんですよね。でもなぜ私なのかなっていう、別に親しいわけでもないのになとは思ったんですが、まあ、学級員だからかなと思って、ついてきました。そして先生は途中でなんかお菓子か食べ物を買ってたでしょうかね、それを持って、そこはそのうちの近くではなくちょっと遠かったんですが、学校からもそうですね歩いて20分はかかんなかったかもしれないけど17分とかそのぐらいかかる場所で、まあ、歩いてどこ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 、まあ、のどかな、まあ、その当時はアスファルトではなくて、土の道でしたし、周りはこう畑がこうずっと見えていて、あの日が本当に暖かくて、先生とこうなんか歌いながらだったかなんかこうのんびりしながら歩いていって、それでそうすると先生は あそこがあの子の、家なんだよ、家なはずなんだけどって言った先を指先見ると、なんかこの崖の下になんかこのため池みたいなのがあって、工事現場というかいろんなこのトラックが置いてある場所の向こうにその、なんでしょうね、プレハブでできた当地、まあ、本当にこう仮に作られた建物が並んでいて、そこの一つの扉を開けて、何々さん、みんなで心配して来たんですよって言って入って、そうすると、その子は布団の中で寝てるんですよね。そして妹さんがいたんですね。で妹さんすごい小さくて、まあ、まだ小学校も入ってないような小さい女の子で、2人ともニコッとして、本当にその時の顔忘れませんけれども、もう目がクリクリっとして
ピカピカって、ね、あの星がいっぱいあの飛び散ってるような目でこちらを振り向いて、それで先生ってあの布団の中 の, あの同級生の子が言うんですよね。それで、あの寝てていいのよ、あのゆっくりしてなさいって言って、今からあの何かね温かいものでも作りましょうかって言って、あの先生があの冷蔵庫を開けて、あ何も入ってないわねって言うんですよ。だからじゃあお湯沸かして、この買ってきたパンを食べてみるって言って、それでもう先生そんないいんですみたいな感じで、すまなそうにその子が起き上がろうとするので、先生が寝てなさい寝てなさいって言うんですね。で、お母さんはって言うと、お母さんはやっぱり一緒に住んでないみたいなんですね。でお父さんはって言うと、お父さんは仕事に行ったって言うんですよ。それで学校にやなかなか来れないかしらって言って、こう頭に手を当てて、熱が少しあるかなっておっしゃるんですよね。それでなんかこう行きたいんだけどなかなか行けないっていう感じ、その子がね、とてももう布団からこの起き上がろうとした時に見えましたけど、本当に痩せてしまってて、ほっそりとした子が、さらになんかこう痩せてしまっていて、これは本当に寝てなきゃいけないんだなって私は思っていて、私はもう呆然とこう伝っていたので、優子さんがこっちに来て、なんかお話ししてあげてて、私はお湯沸かしてこの食べるね、なんか食べ物用意するからって先生がおっしゃって、それで私がみんながね、心配していて、でもねそんなにね焦らなくても、大丈夫だから、席もあるし、みんなすごく何々さんが来るのを待っているけども、そんなに焦らなくても大丈夫ですよって、なんかそんな話をしたかもしれませんが、何を話していいか本当に困ってしまって、こういう人がいるんだと思ったら、いや結構やっぱりショックでしたね。その頃はですね、やはり、何日も学校に来なかったんだけども、そのうちすぐに転校してしまいました。やはりこの点々とこの工事があるところにお父さんがこう移っていくので、こう子どもたちも一緒にお父さんについていかなきゃいけなくて転校してしまったんでしょうね。だからなんか残念だったけど、唯一の救いはその女の先生がとても優しくて、多分私を連れて行ったのは1回だけでしたけども、何度もこう心配して訪ねて行ってるんだろうなと思っていました。そういうこととか、結構その当時はですね、住んでた地域にどんどんこの家が建ったり、それから大きな県営住宅が建ったりしていたので、そういう、建築関係の、労働者っていうのが外からどんどん入ってきていたんだと思うんですね。それから小学校5年生の時ですかね、その時は男の先生でしたけれども、その子の名前をよく覚えていて、大村くんって言ってましたけど、やっぱ転校生が来ました、大村くんって言いますとか言ってて、男の先生がそれでもう見るからにやんちゃで、もうなんかこう体グネグネしながら、もう恥ずかしそうだけど絶対こう、なんか負けん気みたいなのがあって、なんかこう ねじねじしながら、こんにちはとかなんか言って、こんにちはじゃないな、よろしくとか言ったかな、なんかとにかく大村ですとか、なんか自分の名前言ったかもしれません。それでここの席に座りなさいって言われて、
なんか落ち着かない子なんですよ。私の住んでた地域の子はみんなこう自然に、恵まれてるせいか、すっごくのんびりおっとりしてる、してたので、なんかすっごい動く子が来ちゃったなっていう感じで、でもその子はそわそわしながら、あっちこっちこう振り向いたりキョロキョロしながら勉強し始めて、それでやっぱりこの聞いてみると、どうもやっぱ転校繰り返しているから、やっぱりこの教科書の勉強の内容もよく分かって ないっていう感じなんですよ。だから聞いててもつまらないっていう感じで、こうあーあーとかねたまにこのうーんとか、なんかね、なんかもう全然こうみんなが口にしないような言葉がこう出ちゃうんですよね。それで、あ、なんかこの子を勉強するの嫌なんだなと思って、だけどなんか変わってる、私たちとはちょっと変わってるし、なんかこの興味津々であることは間違いないんですよ。で、全然このいじめっていうのがその当時はなかったですね。その子はいじめられるんじゃないかと思って、とにかく警戒してるっていうのはわかるんですよ。俺は絶対負けないんだとかやられないぞみたいな、こう威嚇するんですよね。だけど誰もいじめる子もいなくって、あいつ変なやつだなぐらいで、それでだんだんその空気が読めてきて、あれ、なんか思ってた学校と違うぞっていう感じ でみんなが大村くんって言って、どっから来たのとか、何が好きなのとか、こんな遊びしてるとか、すごいみんないい子ばっかりだったんですよね。それでだんだんこのあれとかいう感じで、だんだん力が抜けてったんですよね、その子が。そうしたらもうすっごく嬉しそうなんですよ、毎日が。とにかく学校来るのが楽しいっていう感じで、もう私にも声かけるんですね。川だーとか言って、僕この学校ですっごい好きなんだとか言うんですよね。それで、そう、今までと違うのって言ったら、違うって、他の今いろんな学校を転校したけど、もう嫌な学校ばっかりだったって言うから、よかったねと、こんなもう昔からこんな感じだよここの学校はって言って、それでもうワクワクして生き生きとしてるんですよ。でも先生のことも好きだし、先生もその子のね、その子のこと、勉強がついてこれないなと思ったら、そういうなんかいろいろ放課後とか面倒見てるんですよね。それで、よかったな、この子の表情がどんどん変わってくると思って、ところがですね、その5年生の子ももうすぐ5年生終わるっていう頃でしたかね、実は悲しいお話、知らせがありますって先生がおっしゃって、大村くんが転校することになりましたって言うんですよね。そうしたらね、泣くんですよね、その大村くんが、みんなの前で男の子なのに、もうワンワン泣くんですよ。で、みんなもこう声が詰まっちゃって、大村行くなとか言うんですよ、みんなが悲しんで、行くなよって言うんですよ。それで、先生もね、ほとんど困っちゃって、いや、大村くんは次の学校に行ってもきっと元気で頑張って、みんなのことも忘れずに勉強すると思うよって言ってくれて、それでもうなんか言葉がないんですよね。僕は転校したくありません、転校したくありませんって言いながらね、私も今思い出してもう なんか涙が出てきちゃうんですけど、で私も心配で、大村くん他の学校行っていじめられたらどうしようって随分思って、なんかその後みんなで手紙書こうとか、
まあ、そんなでもすごい悲しかったですよね。まあ、あの子どうしてるかなってよく今でも思いますね。まあその人はもう大人になってしまっているはずですけれども、まあ、なんていうあの思い出もないんですけど、どんどん明るくなってみんなと溶け込んで、また転校っていうのはねかわいそうで、そしたらあのいやこれがですね高校生ぐらいの時でしたかね、どっか街で見かけたんですよね、大村くんのね。それで何の時だったのかな、なんか街だったのか社会見学か修学旅行か何かで、ちょっと遠くの方だったんですけど、あれっていう顔してましたね、大村くんが。あれ川だって言ったんですよ。でそれで見たらもうねバリバリのリーゼントヘアで、あもう見るからにアフリオグループが周りにいるっていう感じだったんですけど、一瞬大村くんはもう昔のままの大村くんの顔になって、もうなんかベソかきそうな顔してて、川だっていう顔したんだけど、またこのちょっとこう周り見て、あの手をあのポケット、まあ、ズボンのポケットに入れて、んでまたふんっていう顔して行っちゃったんですよね。だからあなんか、うん、覚えていてくれたんだろうけど、いろんな変化があるのかもしれないし、まあ、そっとしておいた方がいいのかもしれないし、まあ、追いかけて行ったりはしませんでしたけども、もうねなんかね情の熱いね、いい人だったけれども、もう環境が悪かったらかわいそうなんじゃないかなって今でもねどうしてるかなと思うことがあります。まあもしかしたらすごい立派になっていらっしゃるかもしれないし、わからないんですけどね。まあそんなコーナーでなんていうかこう、そういう人たちにやっぱり心を揺り動かされますよね。当たり前という生活をしがちですけれども、まあ何かあった時には私なんかは、そういう人たちのことを思い出して、やっぱりこの人々は当たり前と思ってはいけない、こういう、ふうに、生きざるを得なかったけれども、その一つ一つの命が大事であるし、どんな境遇にあっても、何か強く、どんな形でもいいから強く生きていってほしいし、私もそうしたいなと思うんです、まあ、そういうことなので、何かこの弱い人たちとか恵まれない人たちって言っていいのかどうかわからないんですけれども、必ずしもそのみんなこの誰もがあの環境やその、人生に恵まれて進めるわけではなくて、何らかしらのやっぱり重く思うようにいかなかったり、なんでこういうふうに、なところで、育っちゃったんだろうとか、あのこんな環境にの中で生まれてしまったんだろうっていうのをいろいろあると思うんですが、そういうことにやっぱりこう人がそういう、場面を見せてくれた時にですね、あそういうものに負けないで頑張ってほしいなって思う気持ちは、それがこう自分に返ってきて、自分がどんないかなることになってもそういうことに負けないで、自分を失わずに生きていかなければならないなっていうふうに思わせてもらえるんですね。まあそんなこんなで、なんか涙流しながら話しちゃいましたけれども、まあその後ですね、いろんな人に会って、必ずしも恵まれていないっていう人を、まあ、何人か見てきましたけども、そうですね、
例えばサッカー活動してる中で出会った、ある、写真を撮ってる女性がいて、まあ、女の子で、まあ、まだその当時はすごく若い子で、そうですね、阿佐ヶ谷とか荻窪とかあの辺に住んでたと思うんですが、うん、あの銀座のどっかのギャラリーで知り合って、私の作品を本当に興味津々で見てくれて、それでなんかすごくこう打ち解けやすい人だったので、どこから来たのとか何やってるのみたいな話したら、私は写真を撮ってるんですって、もう嬉しそうに言うんですね。で、作家志望で、写真も、ほんと小さいギャラリーで個展したり、ポストカードを作って売ったり、でもたまに応援してくれて写真でも売れる時があるんですって言うんですね。なので、じゃあ一度見に行くねって言って、まあ、写真というのと絵画とどう違うのか当時は全然わからなかったから、見に来ますって言って、阿佐ヶ谷かどっかで小さな展覧会やってましたね、すごい雑貨屋さんみたいなところで、なんかキリン動物園のキリンの看板みたいなのを写真撮っていたり、でもなんかこう、着眼点みたいなものが、なんか今風の女性たちが雑貨のこの流れの中で、こういうものも部屋の中に飾ってもいいかなみたいな、こういうポストカードも欲しいなみたいな、そういうものをこう撮れる人だったんですよね。で、なんか感覚的にだけども、写真のことはわからないんだけど、あなたらしくていいなと思いましたみたいな感想を言ったんですよ。そしたら、ありがとうございますってもニコニコしてて、で、川田さんは どういう風にしてどういうつてで、ああいう大きなギャラリーで展覧会できるんですかとか、私はこういうことに興味があって、こういう写真撮ってるんですみたいな、いろいろ話してるうちに、なんかこの家に遊びに来ませんかっていう話になって、家で、じゃちょっとこう寄ってみようかなみたいな感じで、その流れでこう行ったんじゃないかなと思うんですけど、まあ阿佐ヶ谷のね、お荻窪だったかな。もう本当にこう昔ながらのこの商店街の、なんかこう裏手の方の小さな物件で1階で、その、なんか家賃が3万円とかって言ってましたかね。すごく安い物件で、すごく気に入ってるって言ってました。で、まあ写真学校にちょっと通ったんだけども、アルバイトしながらなんとか好きな写真が撮れて、まあその余った時間で、その銀座の画廊を回りしたりして、で、実家は兵庫の方で、でも、大震災があった後で、そして弟さんとなんかこの家族はまだ兵庫にいるんだけど、まあ、家は壊れなかったけども、なんかその後なんかの拍子にこの火事になっちゃったっていうことも聞きましたけど、まあそんなんで一人で出てきていて、なんかこの写真でなんとか作家として活躍したいんだっていうのも熱い気持ちで語るんですよ。そしてその小さな物件の片隅にこの暗室ができていて、だでしょうかね、ここでその自分で現像しているんだっていうね、まあ、彼女はモノクロの写真を撮ってましたから、自分でその現像液で暗室作ってこう、焼いてました。それで、あ、そんなこともできるんだ、すごい。私も大学生の時にそういう授業があって、大学の中で焼いたことはあるけど、こういうところでもできるんだね、自分で工夫すればみたいな。そして写真のことをいろいろ教えてって言って、いろんな話を聞いた中で、写真集でいろんなもの持ってるんですね、彼女はね。で、なんかね、名前を忘れちゃいましたけども、
あの冷蔵庫ばっかり撮っ冷蔵庫の中身ばっかり撮ってる写真家の写真集を見せてくれて、ね、何がこの写真の面白さなのって聞いたんですよ。そうしたらすっごいちゃんと言えるんですよね。あの、これはまず、彼女が、まあ、いろんな人の家に行ってはその人の、うん、冷蔵庫の中身を見せてもらって写真に撮る、まあ、それによってその冷蔵庫を持っている人がどんな人なのかなっていうのを想像、まあ、想像をかきたてたり、それがその人の要するに肖像画のようなもので、ドキュメンタリーのような、ものでもあるし、まあ、リアルなその人の、現実であるし、あるいはまあ今で私の言葉で今で言えば、まあ、新植物主義ですよね、まあ、この現実にあるそのもの自体を写すというかこう表現することで、その社会とかの風刺ということもある、社会批判みたいなものもあると思うんですよ。だからこの写真集の全てのそのいろんなこの冷蔵庫のあり方っていうものを私たちが知ることで、世界とか社会のいろいろな食のこの文化とか、生活の様子とかそういうものがリアルに映し出されているということが大事なんだっていうんですよ。でそれを初めてした人がこの人で、その着眼点が素晴らしいという話をしてくれて、あそう写真っていうのはそういうところにあの 重要性があって、絵画とはまたちょっと違う、リアリティというか、まあ社会性があるんだなと思って、まああのとても興味深く話を聞いて、まあその彼女はですね、まあやはりこう、若かったですし、そんなに初めからこう自分の思うようなギャラリーで発表できなかったりして、まあ悶々としている部分もあったのか、その後ですね、まあ、いろんな仕事をしている中でネパールとかなんかあっちの方に、まあ、行商というかその買い付けの仕事をしている人と一緒に、なんかこの旅費を出してくれるから行ってその現地を取材する写真を撮ってその手伝いをするんでちょっとネパールまで行きますみたいなことを言っていたので、すごい活躍する人だなっていうか、まあ楽しみだなと思ってて、もう 2,3 年ぐらい行ってるかもしれないみたいな話してましたね。本当にこう活気があるというか、体からこうエネルギーが満ち溢れてるっていうのを感じるような人で、まあでも帰ってきてこうしばらく、まあ、2,3 年後ぐらいに会った時には、まあ、ちょっと変わっていて、まあ、必ずしもいいことばかりではなかったようでしたし、なんかこの人間のこの怖さを知って帰ってきたみたいな話も聞いて、いろいろなこの人生の、苦い思いとかそういうものも経験していたので、またそれが写真にこう生かされていくんじゃないかなって、私はその時喋ったかどうかは分かりませんけど、でなんかこのアルバイトもなんかそういうアルバイトなんかこう危ないアルバイトじゃなくて、ちょっとこう地に足をつかせたアルバイトがいいんじゃないかと思って、なんかこのタイミングはよくって、博物館の写真の技師というのがの知り合いがいたので、そっちからなんか助手が欲しいとかその後継者が欲しいんだけどっていう相談を受けた時に、もう真っ先に彼女のことが思い浮かべられたので、ここで働いてみないって言って行ってもらったことがあったんですが、結局なんかやっぱり肌に合わなかったのか、あまり続かなかったって話は聞いてるんですけど、ある日ですね、彼女にはまあその後会ってませんが、長野市に住んでいた時に、ビビアン・マイヤーを、探してっていう、確かそういうタイトルだったと思うんですが、
その映画を見た時に彼女のことすごく思い出しましたね。この映画もすごい私もこう見て、あ、よかったなと思った映画ですが、家政婦として、まあこの人はどういう人なのか、私はどう見てもこの人を検索してこう画像を見てみるんだけど、どう見てもなんか男の人だったんじゃないかなとか、女の人とされてるんですけども、女の子として育てられたこの人なんじゃないかなと思ってならないけど、まあ女性なんですよね、一応ね。それで、その人がカメラを持っていて、当時このベビーシッターをしながら写真を撮りためていって、そのコレクション壁っていうんでしょうかね、収集壁があったので、いろんなレシートとかいろんなこのハガキとかもいろんな手紙とかもさまざまなものが残ってるんですが、自分の写真もたくさんこのトランクに、いくつものトランクに詰めてあるものがある時、ものすごく安い価格でその競売にかけられていたのを発見した人が、これは大変な写真だというので、このドキュメンタリーが始まるんですよね。まあ、そういう映画を見た時に、写真家のこの人生っていうのは多分本当にこの、まあ、画家以上にこの過酷な世界があるのかもしれないし、恵まれた境遇の中で、写真撮った人なんか何もその心を打つことないんじゃないかと思うんですよね。むしろこの過酷な境遇にあるからこそ、その映し出されるものとかこう生み出されていく世界というものが他の人には味わえないような重みがあったり、見えないこの何かをこう伝えていたりするものだと思うので、まあ本当にこのアーティストの人生というものは、まあそういったこの厳しい部分側面があるんですが、まあ私はですね、まあこのようなこう人生を選んでいく過程で、やはりこの出会ったそういう人たちの一人一人の顔が浮かんで、何かこの転々としていく人たちの、まあ漂流していくというか、そういう人たちの姿にすごくこの興味が尽きないし、私自身もそういう漂流する、遊牧民のような人生にしてしまいましたが、それは多分に、そのようなこの移り住んでいく、移動していく人たちっていうんでしょうかね、漂流していく人たちの姿をこう追いかけているというところがあるかもしれません。今日はそういう、ちょっとこう、いろんなことを思い出して、心にこう本当に、深く刻み込まれている人たちの話を、まあ拙い言葉ですが話してみました。いつもご視聴ありがとうございます。私は画家をしていますが、このように、YouTube で、自分自身の存在を皆さんに知ってもらおうと思ってやっていますが、まだこの1000人になっていないので、ここから何の収益も生まれていません。ぜひチャンネル登録してなんとか1000人になるまで、ご協力いただけたらいいなと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。